こんにちは、黒田和です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はダブルストロークの音が揃わない、もう非常に多くの人が抱えている悩みだと思うんですが、それについてちょっと解説していきたいと思います。まずはですね、握り込んでいる人がほとんどですね、握り込まないということですね。あとはダブルは2打ともに同じ動きをしなければ音は揃わないです。そこの話ですね。そして、手の4つの関節、手にはこう、まあ4つっていうたくさんあるけど、ドラムで考える4つの関節をすごくちゃんと意識してどこを使うか考えるということですね。そして関節を利用することで大きい動きを一つ省略することでダブルストロークっていうのは成り立っているので、そこら辺の話をやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。まず第一にですね、握り込まないということですね。大体目にダブルやってる人はですね、特に左手、利き腕じゃない方の2つ目を握り込んでます。だからこっちはいいんだけど、なんか自分でもなんかこう聞いたことのある音色じゃないかなと思うんですけど、タラトロタラトロ、こうこっちはちゃんとこういうね、こう一個ずつ、僕は基礎練習で必ず最初こういう早打ちとかをこういうので一つの指でやらせるんですが、これだと音色は一緒ですよね。動きが一緒なんで、で握り込むと音色って変わりませんか。なので、こう握り込んだ音がするんですね。僕のあのマスターコースを取ってらっしゃる方は何が違うのかすごくはっきりわかると思うんですが、こうね、ね、こういうところで、こう音色の変化が生じてしますね。なのでこう音が揃いようがないんですね。だから握り込まない。よくこうこういう、こんなことしても絶対にこう、まあ揃わない、全部握り込めば揃いますよ。比較的ロックの音ってそういうこう全部握り込んで使ったりすることもあるので、これが一概に絶対悪いわけじゃないですが、これで高速化しようと思うと至難の技なので、なのでちゃんとこう軽く弾ませる。そして、第2に行きますが、要は同じ高さから同じような動きをしないと結局音は揃わないわけなんですね。だから高い、ここからだと2回ともここから、2回目はってやるとやっぱ音は揃わないじゃないですか。音色が揃わないのね。なので、こっちのこれとタドゥタドゥタタタタタタタにしなきゃいけないんですね。なのでこういう練習をした時に、要はダブルストロークした時とか、たまたまどっちの手だったかはわからないけど、ここからただ落としてるだけという状況を作らないと絶対揃わないですね。だから力を入れてしまうと絶対揃わなくなります。なのでどうすればいいかというと、僕がよくやってた練習は、最初にこっち側は要はまあ捨て動きなんですよ。こっちだけでやると絶対うまくいくんですね。でも反対の手が動くと結局そこにつられてしまうので、こっちを一つとか二つにしてもいいんで、こっちは揃ってなくてもいいから左手だけの動きを意識してとか、わざと右側下手くそにやってるんですが、要は右側が崩れたとしても左手が揃ってればいいです。で、というふうに音を揃えていくことですね。要は同じ動きをするように練習する。だから片手でこう練習していって、デーブ・エックとかがやってますが、4つずつ、3つずつ、2つ、3つ、これすごく理にかなってますね。要は4つ打とうと思うと、こう握り込んだら4つ打てないじゃないですか。なので4つ打つ、4つ以上打つ、3つ以上打つ、同じ音量で打つっていう練習をしてから、それを2つにするとっ
ていうことですね。で、第4つ目、関節の話ですが、ドラムの関節っていうのは僕は4つあるって考えてて、要はどこかっていうと、この最初の支点の部分ね、僕はこうやって親指と人差し指でこう第二関節、ここが1個目の関節で、ここで僕は力点を使うんですけど、こういうふうに力点を使うんですが、ね、ここを支点にするでしょ。で、支点は動かないようにする。支点があってここだけで打つっていう打ち方があるでしょ。要は支点と力点だけの動きがあって、でこれだけだとスティックってここまでしか上がんないんですよ。でもっと大きい弧を描きたいっていう時に、ここの第二の関節の手首が入るわけですよ。でこの時大事なのは1,2,3,4って4つ関節があるんですけど、3つ目4つ目ね、肩とかこう、要は大太鼓とかでよくあるような、こうパーカッショニストがよくやってるような、この4つ目の動きっていうのが、まあこれドラムはほとんど使わないですが、まあエルビーなんかはよく使ってますけど、こう思いっきりこう振り上げる時に、ね、要はつまりこうをスティックの一番上をものすごく上に設定したい場合は、必ずこれじゃもう絶対無理なわけだから2を足す。でその時に大事なのは、数字の若い順番のものが欠落するとダメなんですよ。だから2だけで、これは悪くはなくて、ラテンとかのこういうこうなんかこうなんていうか、あの情熱的な音を出そうと思うと、やっぱりこう押さえつけが必要で、手首の力を乗せたいので、これは全然ありですね。これも、マスターコース取られてる方は何をやってるのかすごくよくわかると思うんですけど、でここ体重を乗せずに3つ目の動きで、この時もだから2と3だけっていうのはちょっと特殊だから、 1,2,3 っていう動き、必ず1から動いて 2,3 は補助で、で4っていうふうになります。でするとダブルストロークっていうのは2で2回叩こうと思うと、1,2 で2回叩こうと思うとすごく大変。バストラのダブルもそう、こう太もも自体を2回を上げようと思うとこれ大変だから、2の動きは1回だけど、2回目は同じ高さから手首で2でいっといて、2回目は1だけで打つ。パラデュールになったとしても、で早くしようと思うと、その動き自体を、この高さ自体を低くしていかなきゃいけない。ヨシキさんが何がすごいって言ったら、あの人はこういう4までの関節を握り込んで使って、なおかつテンポ200超えるって言った、すごいことですよ。だからあの合理的な動きを練習してるだけで、合理的な動きイコール音楽的に正しいわけではないです。だから合理的な動きができると、まあ早く楽に動くから、いろんなものが使えるし、軽い音も使えるでしょ。だからこう重たい音がだんだんこう入るようになってくるんですよ。で全部重たい音でいくっていうことは、そんだけの圧力を与え続けるってことなんで、ずっとこう全速力で叫び続けるっていうのと一緒でしょ。でそれって多分ね、1分2分は全然こう1分2分最初びっくりするでしょ。でしばらくすると秋が来るでしょ。でね、その次に来る波があるんですよ。すごすぎるっていう波があるんでね、多分それをこう表現したいんだと思うんですね。なのでそういう音楽も全然あるので、だからこう合理的な動きイコール正しいわけではないです。ただ合理的な動きを練習しておくと、その要はさらっとした音とその情熱的な音をうまく使い分けれるので、そうするとジャズなんかの演奏には非常に、演奏としてはすごく楽だし、例えばこう、まあ、ジャズでもラテンでもサンバでもそうですけど、グルーブしてるところのこう動き自体はすごくシンプルな音にしておいて、こうソロの時にやっぱり情熱的に動く、ポイントポイントのこうグルーブのポイントのところはすごく情熱的な音を流してるけど、それ以外の音はサラッとしてるっていう、こう、まあ、使い分けの方が多分こうなんていうんですかね、こう表現力はすごく大きくなると思います。なので、関節の4つの関節がある中のダブルストロークは2をやりながら、こう僕はちょっと肘もうまく使っちゃうんですけど、まあこういうちょっと今の理論で考えると、自分なりの多分動きの楽なポイントを多分自分なりの楽な動きのポイントを見つけれると思うので、このようにこれも手首が2の関節で、で
2個目は1だけで打ってるでしょ。だからまあ、ランダムに言ったけど比較的音は揃ってますね。まあどうしてもねスティックの個体差とかあるから、だからうちのね斉藤淳さんっていう師匠はですね、この基礎練習をするときですね、必ずスティックのこうスティックで指出して買うでしょ。でその時に必ず太さも重さもこう今メモリで測れるじゃない、あの測りで測れるじゃない、で測りで測って、でなおかつスティックのこの個体差のこの音程、これも全部こうパッドで叩いて調べて、ぴったり揃ったやつを、もちろんここに掛けなんかも許されないみたいなやつを、もう練習パッド用に、つまりこうパーフェクトに、もう絶対目をつぶってると誰がこう誰が聞いてもシングルもダブルも、パラディドルもわからない、切り替わったところがわからないようにする練習をしておくっていうのが大事だみたいなことやってて、本当にたくさん一緒にやりましたね。2時間ぐらいこうねずっとこうやって2人でこうちっちゃい音で揃えて、でそうするとこうですね、あの専門学校の時ってこう後ろっ側のねこういうレッスン室があって、後ろっ側こう小窓があるでしょ。でパッて見たらこの体格のいいちょっと結構2人とも筋肉ムキムキタイプだから、ムキムキタイプの人がですねこうパッドを並べて後ろ向けて腕筋肉ムキムキでですね、でしかもちっちゃい音だからこう静止してるんですよ。こうね、でずっとこうじゃあバッてめくってメトロノーム出して、じゃあ行くぞ、はい次行くぞってやってるんですけど、後ろから見てパッてふとですね生徒さんが通るでしょ。そうするとこう静止したこう筋肉ムキムキの人が2人揃ってるわけですよ。でパッて見ておおと思って、でこう1時間目の授業終わってパッて帰ってきたら、またずっと微動だにせず2人でこうやってやってるわけですよ。で動きなんか見えないから後ろからで、で2回目の授業行って帰ってきたらまだ動かないから死んでるんじゃないかと思って、わって開けて大丈夫ですかと、ガスとかですかとか言ってね、部屋にガスが充満してて2人とも死んでるんじゃないかと思ったらしいですね、っていうような事件がありましたが、という具合に、ね、音を揃える練習時間かかりますね。だけどその体が当たり前のように音を揃えてくれるようになるまで、まだ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 、まあもうあの上を見たらキリがないですね。だからこう沼澤隆さんが、まあこれ聞いた話だから本当かどうかわかんないですけど、ピータースキンに習ってる時にピータースキンはシングルとダブルとパラディドルをとにかく1年間きれいに揃える、もうそれだけやれみたいなこと言われたらしいですが、まさにそういう、こうコントロール能力っていうのがすごい大事です。音色の形もちゃんと揃えるね、一番力が抜けた状態で揃える、でそれができたらちょっとずつ熱量を足したりとか、そういったこうまあ、こう圧力を足したり音量を上げたりとか、そういったものを、しながら、このサウンドで音を揃える、このサウンド感で音を揃えるっていうのをやっていけば、非常に表現能力が広がるんではないかなと思います。というわけで、音を揃えながら、まあ、少しゆっくりでやるしかないですね。必ず自分の動きを確認してゆっくりして、でちょっとずつちょっとずつちょっとずつ上げていくってことですね。でこれをですね短時間でやるために僕はあの、テンポアドバンスっていうやつを使ってるんですね。これあの1小節に1ずつテンポ上げるとかできるんですね。そうすると苦手なテンポを全部確立できるので、2小節ごとにテンポ1ずつ上げていって300になったら止まるみたいなやつがあるんですけど、そうゲーム形式になるでしょ。だからあの一番続く練習方法っていうのはやっぱりこう毎日毎日ゲームみたいにスイッチ入れて、よっしゃやるぞーって、あ失敗してもう一回やるぞー、よっしゃ失敗したみたいな感じで楽しみながらやるっていうのが大事で、あしんどい今日もやらなきゃいけないじゃなくて、あのちゃんとこう記録しておくと、やったやったみたいなシールとか貼ってもいいと思うんですね。そういうふうにして自分が何ができてなくて、どこができてるのかっていうのをちゃんとこう分類して書き出していくっていうのが、やっぱりそれが一番こうゲーム形式になっていいんじゃないかなと思います。詳細欄の方にねテンポアドバンスの教材の方を一応貼り付けておきますので、もしご興味があれば読んでいただければいいかなと思います。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。
3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。